第二次世界大戦中に世界中で活躍した戦闘機ハリケーン砲かエアクラフトはかつてイギリスにおいて有名な航空機を送り出した航空機メーカー。1920年代末の機体ハートから1950年代のジェット戦闘機ハンターまでシドニーカムが機体の設計を行った。有名な機体はハリケーンで スーパーマリーン社製のスピットファイアと共にバトルオブブリテンを戦った。ホーカーエアクラフトは第一次世界大戦終結の余波を受け、ソップウィスエビエーションが倒産したことに始まる。ソップウィスでテストパイロットをやっていたハリー・ホーカーとソップウィスエビエーションの創始者であるトーマス・ソップウィスは1920年に HG ホーカーエンジニアリングを新たに立ち上げた。 1933年、HG ホーカーエンジニアリングは、ホーカーエアクラフトへと社名を変更し、良好な経営状態と大強慌を利用して、グロスターエアクラフトの買収に成功した。その翌年には、アームストロングシドレーとアブロを参加に収め、アームストロングシドレーの子会社である、アームストロングホイットワースエアクラフトを吸収合併し、社名は、ホーカーシドレーエアクラフトとなった。 ホーカーエアクラフトは、ホーカーシドレーの一部門として、第二次世界大戦前後も航空機の設計を行い、ホーカーエビエーションと呼ばれた。1963年に自社の名前で商標登録することを禁じられるまでホーカーのブランドで販売と製造がなされていた。最後の完成した機種はハンターで、最後に設計されたのは試作機の P1127 であった。 ホーカーシドレーは後にブリティッシュエアクラフトコーポレーション、スコティッシュエビエーションと合併し、ブリティッシュエアロスペースとなる。ブリティッシュエアロスペースは、レーセオンに、ホーカーの商標権とビジネスジェットの製品ラインを売却し、レーセオンエアクラフトは、ビーチクラフトが三菱から買い取った、ビーチジェット400に、ホーカーの名称を使用した。ありがとうございます。